皆さん、こんにちは。本日は、改正高校、四角1、2022、過去1の問題をやっていきたいと思います。 解の公式を使いましょう。x イコール14分の4ルート2プラマイのこういう計算できますので、はい、7分の2ルート2プラマイの1というふうにすることができます。続いて2番ですね。えー、こちら、まあ、それぞれっていうのをまず、えー、大体の値を求めていくと、2ルート2っていうのが2.828ってことでこんな感じ。で、同じように計算するとこういうふうになります。で、5分の2に関して、はい、無理やり7分のって形に直すと、上の部分、10分の28ってできますので、2.8とすることができます。 そしたら、5分の2に近いのはどっちかと言いますと、はい、1.828の方が近くなりますので、7分の2ルートマイナス1とすることができます。つまり、はい、ここの値っていうのを生で割ったものを考えると、はい、計算していくと、0.261。こういった答えを出すことができます。本日は、えー、改正の問題やっていきました。結構、こういった計算大事になってきますので、押さえておきましょう。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。